最近数字が下がり気味の細胞新曲実況始まるよ。再開。いやーもう目に見えてる事実というか、まあ、本当にこれは仕方ないことだとは思ってるんですけど、やはりね長編のねゲームの実況となるとやはり脱落者が続出するというか、まあ、パート1がねいかに再生数稼げてても次からパート2から稼げるのはもう半分以下になるっていうのはもうこれ実況者の定めというか、まあ、多分やってる実況やってる方ならもう誰しも経験してることだとは思うんですけど、まあ、仕方ないことなんだけども、やはりその上でも再生数が欲しいと願ってしまうのが、まあ、やはり実況者の定めと言いますか、まあ、ちょっともう本当にねこればっかりはどうしようもないんだけどはい、なんとか気合を入れて、もうから元気でもいいからとりあえず気合を入れて、なんとかバチコリやっていこうと思います。でそう前回そうなんかなんだっけなんだっけ3週間ぐらい間空いてるからちょっと思い起こすのにちょっと時間かかりそうだけど、あそうそう、いぶきくんのありがたい、ご説法を聞いてカウンセリングを受けた後に発信機外して終わったんだっけ、あの部屋にいたからそうだよね。で荷物なんとか回収したんで多分あの二人のところに行くんだよね。でサバイバルナイフもあるからなんとかなるかなと思いきや部屋に入れないということが今判明したんで、なんとかこの部屋に入る手段を考えなきゃいけないと。どうしたらいいんだろうこれ。でも結局さそこにいるやつが邪魔で行けないんだよね。どうしたらいいんだろうこれは。じゃ一旦突っ走るというか、向こう向いてる間に、ちょっと待って、いや、一旦左向くじゃん、こっち側向くじゃん。で、右が向こう側向いてる隙に、こう突っ走ってなんとかいけないかなっていう方法をちょっと考えたんで、一発行かせていただきます。あ、やべい。ちょ、花瓶のかけらが、ちょ、ディフェンスに定評がありすぎる。まさかの物理判定あると思わなかった、今。まあ、多分無理だよな。多分そこくぐり抜けてもいけないというのは、もううすうす分かってたよ。ちょ、回り込んでそっち側から、いやでも無理だよね。消火器撒き散らす。どう撒き散らしても、パニックにさらにパニックを重ねていくっていう。どうしたらいいんだこれ。やっぱり何かしらのこの探索というか見落としがある。でもね現状やれることは多分やってると思うんだよね。これはもう開始3分ちょいで本当に申し訳ないけど例のあれいきますか。何も見つからないんで仕方ないですけどあれやるしかないのか、やるしかないのか、やるっきゃないのか、わかんない、もうわかってるよ、やるっきゃないか。そう、進展があるまでカット。ねえちょっと待って、進展じゃないけどやべえこと起きたちょっと待って、困った時のいぶきくん、いぶえもんに泣きつこうと思って結局ここに戻ってきたんだけど、いない。は？いや本当に歯なんだけど、待ってくる、嘘だろ、これでフラグ当たった。大丈夫、うんお前は誰と会話してんだよ。ちょいちょいなんか赤字になるけど。そうだ、争った後も血が流れた様子もない。大丈夫だきっと。あ、ちょっとトイレにでも行ってるぐらいだきっと。もし署員に見つかって連行されていたとしても、相葉くんは一般人だ。手を出されることはない。冷静だけど、果たしてそれで本当にいいのか、そういう認識でいいのか。行こう、なんとかしないと俺たちが。完全にもう別の人格混じってる。もう隠す気もねえよ。で、BGM 止めんのやめて。で、大丈夫。何が大丈夫ってさ、結局のところ俺は包帯を、与えたわけじゃん。で、これで多分包帯与えてなかったら、多分何かしらあった時に逃げることができないから、多分やられて、相葉くんゲームオーバーみたいな感じになると思うけど、俺は包帯を与えた。叱るべき対処をした。だから多分これは、いい方向に流れてると、信じたい。うん。多分なってると思うんだけどね。
なんでこっち来たんだろう。とりあえずじゃあ、いぶきくん探すっていう感じでいいのかな。大丈夫だよね。ホーター当たったもんね。多分動けるようになってるよね。あ、ホーター当たったからといって別に、ね、怪我が治るわけでもないけど。そういうわけでもないけど。ちょっとこればっかりはね、本当に祈ることしかできないんだけど。あいつもなんか また攻撃してくる。ちょっと待って、セーブ。いやー、でもここセーブしたくない。一応分ける。お前そこから動くなよ。余計なことするなよ。 ちょっと考えよっか。相葉君が起こしそうな行動、伊吹君がしそうな行動。なんだ、何する。え、でも調べ物してて、資料を必要なもの一通り読んだから、他に何か資料が、待って、敵いなくなってる。敵いなくなってる。待って、ここ。近くの壁が崩れて何かが通った。なんか変化が生じてる。微妙に。こっちからじゃないね。なんだ。何かしら、ん？これ読んだよね。読んだよね。読んだね。うん、検診は読んだ。検診は読んだ。で、その、BGM 止めるっていうのは、果たして何の意味があるんだ？いなくなってる。いや。いやー、なんかいたけどね。どうしたらいい、これ。めっちゃ追いたいんだよ。心の中ではもう追いたいっていうのは分かってんだけど、先に仲間、救出に行くか。いや、行こう。え、ダメ？ダメ？拒否ってる？頭拒否ってる？侵食率上がってない。ダメか。まあ、アトウ君が。いや、正確にアトウ君の中の人が、警鐘を鳴らしてる。とりあえずあの二人助けに行こう、じゃあ。ナイフもあることだし。いるよね？大丈夫だよね？いるよね？おい、いた、いた。もう何肩寄せ合ってんだよ。もう何仲良く肩寄せ合ってんだよ、おめえ。ね、ちょっといい雰囲気になってんだよ。ちょ、柳さん、あんまりそういう行動やってると、ヘビちゃんが怒るよ。あの子。あの子ってか、あの男未練タラタラだから。ひとまず縄を解きますね。よし、これで人員が増えた。よかった、よかった。ただ役に立つかどうかはまた別問題だけど。いいってことよ。でも動けるようになったからにはちゃんと働いてもらうからね。まあ、拳銃が残ってるなんてことはないと思うけど。うん。だイメージができればいいんでしょ、要するに。もう指鉄砲とかでよくね、なんか。ねえ。それこそなんか、三神楽学園組曲のさ、なんか能力あったじゃん、あの主人公の。おもちゃの銃とかっていう、なんか、懐かしいな。俺、あのアニメさ、結構好きだったんだけど、なんかあんまり人気出なかったっていうか、知名度の問題かな、わかんないけど、結構面白かったんで、気になった方は今度見てみてください。まあ、現にクラスターいなかったら、廊下みたいなとこ閉じ込められたままだったからね。まあ、とりあえずよかったよ。それでだ、麻生くん。お。視界に赤いノイズのようなものが走るときは、同時にピリピリと肌の表面がうずくというのだろうか。活性化してきたね、細胞が。なんとなく分かってしまったよ。これが君や熊崎くんの見ていたものか。うん。徐々にね、蝕んできてるよ、あなた方の体を。地獄絵図ですよ。それに加えてね、こっちの 味方、貴重な味方と言うべき男が一人、またいなくなってしまったっていうね、この非常事態なんで。オリジンベータでしょ、どうせ。ポチ、こと、オリジンベータは我々どころか、教団の連中の想像もはるかに超えた力を持っていて、何らかの方法で脱走した。どうなのかな、脱走というよりは、なんか、意図的な何かを感じるけどね。誰かが逃がしたんじゃないの？閉じ込めてるところ。
さて、人間のふりはそこまでにしておいてもらおうか。来たね、ヘビちゃん。相性が悪いぞ、こっち植物だから。前も言ったけど、ホモには勝てねえよ。まったく、これほどの人間の真似事ができるようになっているとは驚きだった。せいぜい人間の器を借りて隠れ住むくらいが関根山だと思ってたんだから。後の二人、あ、後ろの二人か。その男から離れろ。気づいてる。まあ、確かにアトクはただただただ単になんか細胞にやられただけじゃないけどね。そこのところがよくわかんないんだよね。かっこいい。かっこいい。エフェクトがかっこいい。エースみたい。飛剣打ってきそう。あ。来た。こいつか。ついに出てきたな、ポッチ。全然聞いてる様子ないんだけど大丈夫？あれ？動ける？あ、動けるね。動けるけどメニューが開けない。どうしたらいいのこれ。貴様はバカか、とっとと逃げる。あ、時間？ん？これか。え？地面の破片？え？何したらいいの？ちょっと、せめてなんか指示くれよ。新しい能力。え？ 2 番？はい。植物じゃなくて岩でも OK になったお前。え、先に行ってよー。どう、ダメ。ダメ、連打足りない。エンド8、あなたを助けたかっただけ。遅かったくせえな。どうしたらいいんだろうこれ。あの状況でどうしたかったんだろう俺は。ちょっと待ってね、セーブ入れさせて。ちょ、こっからねイベントが長くてね、セーブ入れるね隙間というかタイミングがねないんだよね。でちょっと本当に時間との勝負というか、とっさの判断力が求められるんだけど、今のは単に俺の連打が足りなかっただけなのか、それともなんか他に行動ができたのかっていう、ちょっとそっちの二つで悩んでんだけど、どうしたらいいんだろう。とりあえず、さっきの一連の行動と同じことやって、ちょっと連打の、あれをガチで本気でやるんで、それでなんとかなるかなって、いうあれなんだけど、いけるかね？ちょっと待って。ついに表したな、姿を。ポチめ。もう少しなんかね、犬っぽい形してるのかと思ったけど、バリバリのクリーチャーだったな。かろうじて四足歩行ってところで、犬っぽさは出てるけど。ちょっとこれどうしたらいいんだ、マジで。どうしたらいいんだ、マジで。すぐに動くぞ、すぐに。いけ。もう今2番ボタンと、で、あとエンターキーだよね。エンターキー。
来い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 、勝負だ。ダメ？ダメ？ダメか？割と頑張ったんだけど。割と頑張ったんだけど、マジで？そんなシビア？そんなにシビア？マジか？ちょっと待って。あ、これエンターキーだからダメなの？エンターキーじゃダメ？ Z キーじゃないとダメ？そここだわる？そここだわる？マジで？ちょっと、これはカットだな、さすがに。これはカット。ちょっとね、どうあがいても、あそこの、襲われたところ、ちょっと逃れられる術がね、なかったみたいなんで、いや、すげえ、ありえないぐらい連打してもちょっと無理だったんで、これ多分物理的に無理なんだろうなってことで、ちょっと、他のね、方法を模索してたら、いぶきくんいるじゃん。で、包帯だけに飽き足らず、なんか、他のものも欲しいかいって聞いたときに、松葉杖って答えたんだよ。で、松葉杖、なんか倉庫みたいなところに落ちてたじゃん。で、それを届けたところ、またカウンセリングが受けられるみたいなので、多分これでなんか流れ変わるんじゃないかなと思ってんだけど、どうかね。で、またなんかやってくれるみたいなんだよね。漂流した船の上で死にかけているとする。やがて食料がつけたら、キデンらは相談をしてくじを引き、ハズレを引いた者を殺して食用とすると聞いた。あ、決めた。全員で死ぬより何人かは生き残ろう。そんな願いを込めて、同時にそのハズレを引くのが自分ではないことを願って。無事にキデンは死を免れた。罪悪感と、慣れない食感に蝕まれつつも、仲間と罪を共にし、上をしのいだ。その夜キデンは夢を見る。殺した仲間がそこに現れる。さあ、アト殿、その暗い視界での想像をしてみてほしい。彼、あるいは彼女はどんな顔して、何と言ったと思う。どうだろうか。おそらくこの質問をした時、多くの人間は恨んでいたとか悲しんでいたというであろう。それは己のなしたことに罪の意識を感じる、確かとも言える倫理観の証拠であり、同時に果てしないエゴイズムである。人は自分で自分を裁くことは難しい。その罪を他人に裁いてもらうことで、ある種の正当性を得ているとも言える。試しに想像したまえ。殺した仲間が夢で満面の笑みを浮かべて、君の命に慣れてよかったと言ったら。キデンは自分自身で罪を認めねばならない。あるいはご都合主義を望む自分の浅ましさに悩まなければならない。だが逆に大事なことはそこにある。都合のいい大団円を望み、罪の重さを人任せにする己の利己的な本性。それを認めてやらねばならない。己を戒めるというのはそういうことだ。いかに向き合っていくかなのだ。では目を開けてくれ。なんかさっきのあれとはだいぶ違う、あれだね。そう、重かった。うん。なるほど。で、これによってまた、侵食率 0% になった。体力5だけど。なるほど、そういうことか。あー、で、これで多分流れ何かしら変わると思うんだけどね。じゃあちょっと例の場所までカット入れましょうか。さあ、緊張の瞬間。そうね、やれることはやったと思うから、多分これで何かしら流れ変わると思うんだよ。っていうか思いたいんだよ。頼むよ、頼むよ、ちょ、頼むよ。連打も本気でいくからな。ガチめのガチめで本気でいくからね。いくよ。もう軽く検証炎になりかけてるけど、これ連打でご利用すると思ってたから、ちょっと流れ変えたんだから頼むよ、頼むよ。いくぜ、俺の本気の連打。どうだ、来た。その人はてめえのもんじゃねえぞ。で、このタイミングで助けてくれるっていうことはだよ。ことはだよ。大丈夫っすか？
あれ？違う。いぶきくんじゃない。待って。この若干、茶髪に近い金髪、見覚えがあるぞ。そっすか。そしてこの素っ気ない喋り方。だよな。だよな。急いだよな。おめえ久々だな。久々だな。パート2か3で会って以来じゃない。お前の出番短すぎ問題。無事で何よりっすよ。いやいやいや、こっちのセリフだよお前。長いこと単独行動取りやがって。まあでもこっち側の人間でよかった、とりあえずは。いや助かった、俺の連打が無駄に終わらなくてよかったよ。よかった。これ2回目っすね。うん。麗しくて、しみのある、磯へ、レイジだっけ？久々に聞いたの、この BGM も。まあでも見捨てないでいてくれたっていうのはありがたいけどね。でも磯井くんも磯井くんで絶対何かしらのね、因縁というかしがらみはあるんでしょ、この教団との。そう、事情を説明してほしいよ。だよね、絶対後々また出てくるよな、あいつはな。うん。隠れ家合わせたい人って誰だろう。そうか、一応磯井くんは麻生さんって扱いになってんのか、他のみんなと一緒で。聖堂ね。いやーでもよかった、ここで。ここで体力がやべえんだけど、これ大丈夫。これ下手に体力また削られてたらとんでもないことになってたじゃないの。うん、いやまあでもよかったよ、とりあえずひとまずはね、助かって。はい、どうせ隠し通路でしょ。うん、薄着の龍騎。いい年越えた中二病のおっさん、ボロックスに言うね、ボロックスと言うね。いまだにまだご対面はしてないけど、本人とはクソ気違いやろうが。すごいすごい、ボロッカスに言う。いいぞ、もっと言ってやれ。絶対お前は何かしら因縁があるんだろうけど、もうどうせ隠し通路でしょ、地下に繋がる道みたいなのがあるんでしょ、階段みたいな。結構あっさり動くのね、しかも。あ、もしかしてお前のさ、細胞の力って怪力みたいな感じ。なんかあれだもんね、最初会った時もさ、あの扉蹴破る時とんでもね力使ってたもんな。絶対お前なんか怪力でしょ、能力。はい、さっさとこっち来てくださいね、あとお静かに。なんだ、普通に扉があるだけだった。な、地下通路みたいなのなんか想像したんだけど、本当に隠れ家だ。磯井くん帰ったか、誰。はい、こちら千里。物扱いすんじゃねえよ、こんちくしょう。学校の先生してる麻生さん、まあ、仮の姿ですけど、しれっとあいついるし、左上に。しれっとあいついる、いぶきくんいる。ついに会えたのか。これがあれだよね、作家の方じゃなかった、確か磯井くんでも本執筆してるやつでしょ、元松陰。あれ違った、熊崎、あ、お父さん、熊崎さんの。だね。相橋寝てるけど、うん。まあ、とりあえず生きててよかったよ。包帯渡して、松葉杖渡して、もう散々こき使われたからな。あるよ、面識。こいつもほんと自分勝手だよな。
あれだけ勝手な行動するなっつってたのに、ほんと。まあそういうわけで、ちょっとお互い事情説明だといきましょうか。そうね、積もる話もあるでしょうし。なるほど、ここで磯井くんの登場か。なんで座らせてもらえないの？なんで俺は椅子に座らせてもらえないの？お前らはここにいるここにいるお前ら全員椅子に座ってんのに、なんで俺だけ座らせてもらえない？磯井くんはどこまで知ってんだろうね。なんつうかオタク意外と無茶します。主人公補正です。なんやかんやで生き残ってるけど主人公補正です。というか何回か死んでます。もうここまで来たらやけよ、行ったるとこまで行ってやる。って言ってもまあクラチさん以外はあんまり活躍してないんだけどな。そう、いやでも加納さんは絶対どっかで生きてる。あのクレイジーサイコパスは簡単にくたばる球じゃないと俺は思ってるよ。生きてるよあいつ、絶対なんかそのうちひょっこり出てくるよ。あーとーくんみたいな感じで、麻生くんだっけ、あいつ本名知ってんだっけ、わかんねえや。いやそれにしたってな、マジで正直驚いたつうかホッとしてるつうか、あの場にいた全員がとりあえずまともな状態で無事出てくるなんて予想外だったんで。ほんと紆余曲折よ、もういろんなことだったもん。ほんとまあ来てるけど、こっちに来てからも見かけてないんだよね、残念なことに。そうシナノもね、どっかで隠れてたり、こんな状況なら一層連中が保護してくれていてもありがたいぐらいかもしれませんか。そうね、もうなんか敵味方言ってる場合じゃなくなってきてるからね。そのシナノってやつの顔ちょっと一回見ておきたいっすね。ああ、いやでもね、現状俺が疑ってる人間の中では結構ね、結構黒に近いと思うんだけどね、どうなんだろう。まあ、あんなキャラだからあまり悪いやつになってほしくないっていう願望もあるんだけど、シナナは女の子でもよかったと俺は今でも思ってるよ。そのはずです、少なくともそのつもりです、記憶としては。うん、結構さっぱりしてるよねそういうところ。あーそうね、元教団の人間だって言ってたもんね。いや言ってないと思うよ。絶対生きてるって、なんかしらのトリックを使ってひょっこり出てくるよ。熊崎さん、その服は教団の服なの？それともなんかジャージを着てるのか、なんかすげえファッションが出せるんだけど、なんかもう影プロに出てくる如月慎太郎が着てそうな赤いジャージを羽織ってるようにしか見えないんだけど。うん、ね、そう、どうやって脱出したのよ。フラフラしてたら上の階が崩れてきて、なんとなく登れそうなとこあったんでね、そっから地上1階に這い上がってみたんですよ。それであれこれしてたら出れちゃったみたい。クソみたいな説明だな。クソみたいな説明にすらなってないけど。まあでもなんか通れる道があったってことね。ああ。フットワーク軽いね。なんやかんやで気にかけてくれてはいるんだ。ああ。善人ではあるんだよな。さっぱりしてるけど。ここの関係性もちょっと気になるけどね。そうね、そろそろ、やつのお顔も。見る時期が迫ってきてんじゃないのと思うんだけど、宇津木だけは会いたくない。
いやー絶対顔合わせることになるよ一体どういう因縁があるのか知らんけど、やつとは絶対に顔合わせることになる。いってらっしゃい。そう、無茶すんなよ、無茶だけはすんなよ。お前やっと起きたか。まあカクカクしかじかで済ましてくれでしょそこはね、ご都合主義というか。なるほどね、いいね。なんかこういう隠れた場所というかいいよね、なんかこういう安息の地というか、なんかバイオハザードでいうとこなんかセーブポイント的な安心感みたいなのがあるけど。あ、ほらやっぱ能力追加されてる。デュアルアビリティってやつだ。複数能力を使えるっていう。この自責操作わかんないけど、これがこの細胞に疲れたことによって麻藤くんが使えるようになったっていう第二の能力なのかね。まあ、ちょっとなんか麻藤くんのね、多重人格的な部分も気になるけど。はい、というわけでまあこんなところですかね。はい、ちょっとキリが良さそうなんで、まあとりあえず進展してよかったら、ちょっとこの頃ね本当になんか、ね、あまり進展がなかったというか、まあちょっと進んでなかったのはまあ本当否めないんで、ちょっととりあえずは、まあ、進展っぽい進展があってよかったです。で次回は多分どうなるんだろうこの後とりあえずあれかな、他のみんなを追っかけるというか見つける感じ、もしくはなんか磯井くんの手助けみたいな感じで多分回ると思うんですけど、まあ次回お楽しみということで、はい、それでは。